はい、こんにちは、介護福祉士のカズです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、チャンネル登録者様が1000名になりました。ありがとうございます。はい1年弱ですね、かかりましたが、まあ、ゆっくりですけどね、たくさんの方に応援していただきまして本当にありがとうございますという動画でございます。はい、でですね、もしかしたら、もうこの赤い紙で介護福祉っていう多分ねサムネを出しているので、それで見てくださっている方もいるかなと思います。もしかしたら初めて見てくださる方もいらっしゃるかなと思いますので、簡単にプロフィールというかをお話ししたいなと思います。私はですね、11月で介護職11年目を迎えることになりました。介護福祉士でございます。一応ね、美容師免許を持っていますという感じでございます。あとはキャラバンメイトとか就活アドバイザー、就活アドバイザーって何って感じかもしれないですけど、あとは遺品整理士っていう資格を持ってたりもします。去年ね、介護職10年目を迎えて、それをきっかけに会社を設立して独立しました。来年は保育士とかファイナンシャルプランナーとかっていう資格をね取っていきたいななんていうふうにも考えています。特養で6年、そして有料で4年働いて、独立はしたんですけど、生活をね安定させるために有料のね夜勤は続けたりするんですけれども、こう見えてもね一応会社の社長をやっているという感じでございます。特養ではですね、結構ね一人で抱えることがすごく多くて、適応障害っていう、まあ、心の病気になってしまったりとかしていたんですよね。結構ね介護士としてというか、まあ、人としてね結構こうひどいありさまだったなというふうに思ってます。そういうのもあって特養を辞めて、全くね別の会社の有料に転職っていうのかなをして、環境がガラッと変わってすごく前向きに介護っていうのが楽しくなってきたんですよね。なんですけど、自分の思っている介護っていうのがねなかなかできなくて、そうあのねやっぱり人手不足っていうのもあってね、人に寄り添うみたいなそういう理念がある素晴らしい会社だったんだけど、研修もねいっぱいあるし、でもねなかなか人に寄り添うってことがねできるような状況じゃないところだったので、違うなっていうふうにねどんどん思ってきちゃったっていう話で、10年を機にね独立しちゃったっていうね話でございます。独立するっていうのにも順序っていうのがあるんですけど、個人事業主みたいなのがあって、売上とかね収入が安定してきたら会社を作る、法人作るみたいなね、そういう流れがねまあ一般的なんでしょうけど、そんなの知らないからさ、あの会社作っちゃおうっていう感じでやったんですけどね、分からんことばかりでございます。でも昨年12月に起業した赤ちゃん企業なので、今はねやっとハイハイし始めたかなっていうぐらいの感じのね成長段階っていうかねっていうところなんですけど、でもね本当にねいろんな方に助けてもらったり応援してもらったりして、なんとかねやっているっていう感じでね、もしかしたらなんで赤い紙なのってね思われるかもしれませんが、これねあのコメントでもいただいたんです。その髪の色で仕事してるんですかとかね、言われることがあるんですけれども、さすがにこの髪の色では仕事はできないのでこれ YouTube 用です。実際にねお仕事するときは髪結んで黒いスプレーしたりとか、しながらやってます。なんで赤なのってことに関しては、もうすぐね YouTube を始めて1周年になるので、まあ、その時にねまたお話しようかなと思ってます。だから1周年って記念だからね、まあ、もう今回もねチャンネル登録者様が1000人ね取らせていただいて、まあそれでね赤にしてるんですけど、1周年記念のね動画を撮ろうかなと思っているので、まあそれに向けてね、もしご質問などねある方いらっしゃいましたら是非いただければなと思います。はい、お答えしていきたいなと思ってますので、まあ私に興味があればって感じですけどね。チャンネル登録者様が1000人になって、ね、まあ、総再生時間っていうのが4000時間を超えたので、広告っていうのがねつけられるようになりました。だからね、今まで見ていただいた方に関して言うと、ちょっと広告うざいよとかってね思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、
僕ね、他の動画でも言ってるんですけど、まあ、広告がついてもこれ僕がね独り占めするとかっていうんじゃないんです。今ね国家試験対策のブログを書いたりとか、まあ、こうやってね YouTube を撮ったりとかしているので、まあ、その運営費用に当てたりとか、まあ、社会福祉協議会とかってもともとコズミックバンクのボランティアとかも少しねさせていただいたりしていたので、まあ、そちらの方に寄付したりとか、あとはヤングケアラーをね支援する団体いっぱいね広告収入がもらえるようだったので、ね、そういうところに寄付をしていったりとか、まあ、介護のイメージをこう変えるためにとか、介護士さんがもう底辺だとかって言われるのがすごく嫌なので、イメージを上げていくための活動にね使っていけたらいいななんていうふうに思ってます。だからね、広告を見ていただくことが社会貢献につながっていくんじゃないかなというふうに思っているので、ちょっとねうざいかもしれないですけど、広告もね見ていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。今日は、まあ、お礼の動画もあるんですけど、 YouTube 始められている介護士さん結構増えてきているかなっていうふうに思うので、僕ね1年弱かけてやっとねチャンネル登録者様が1000人になったので、まあ、それまでにしできたことを、まあ、ざっくりお話をさせていただこうかなと思います。皆さんがチャンネル登録者様が1000人になって広告収入入ったってなった時に、まあ、どう使うかはね皆さんそれぞれだとは思うんですけれども、介護の仕事以外での収入っていうのが、まあ、もしねこの YouTube で入ってきたら心のゆとりが少しできるんじゃないかなと思うので、ぜひ、まあ、ねやってもらいたいなと思っています。だからね、僕がやってきたことをそのままトレースしてやったら1年ぐらいかけて収益化できるんじゃないかなというふうにね思いますので、ぜひ参考にしていただけるところがあれば参考にしていただければなと思います。僕言葉遣いがちょっと変かなで、そもそもなんで、まあ、YouTube 始めたのかっていうところなんですけど、介護福祉士国家試験をね受ける元同僚の方が、まあ、何人かいらっしゃったので、その方たちのお役に立ちたいなというふうに思って、まずブログを始めたんですね。で、まあ、その延長でね、YouTube っていうものを始めていきましたという感じです。そう、だからね、もともとはね、同僚のためっていうふうに思ってたんですけど、まあ、せっかくだからね、こう試験頑張るっていう方の少しでもお役に立ちたいなというふうにね、思って始めました。でね、お役に立ちつつお金いただけるんだったら、こんないいことはないなというふうにね、思って、いましたね。 YouTube 始めて何をやったかっていうと、まあまあもちろん撮影もねするんですけど、撮影編集、編集が一番大変なんだけど、せっかくだからたくさんの人に見てもらいたいから、どうしたかっていうと SNS を活用しました。それはね Twitter とか Facebook とか、まあ、TikTok、できればいろんな年代の方に知ってもらいたいなっていうふうに思ったので、各 SNS で利用されている、まあ、年代ってやっぱ違ったりするんで、各 SNS を使いましたと。ノートっていう、なんていうの、SNS というかね、まあ、ブログみたいなものとか、単純に自分のブログでも宣伝もしたし、ここならっていうところに出品をして、ね、国家試験のアドバイスしますよみたいなねことをやってみたりとかあのいろんなことをねちょっとやってみました。で、あとは毎日配信っていうのがねいいよっていう風にさ、やっぱりさいろいろ見るわけじゃないですか。どうやったらチャンネル登録者さん増えてくれるかなとかっていろんなものを見てやったんですけど、毎日配信がいいよっていう感じだったので、本当にね毎日それ続けてました。それはね、5月頃までかな続けてましたね。結構しんどかったですね。めちゃくちゃしんどかった。話すことがね、どんどんね、なくなっちゃうのよね。どうしようかなっていう感じで、もう毎日毎日ね、結構大変だったんですよね。あ、そうそう。でね、動画を作る上でね、いろんな YouTuber さんの動画見てね、勉強とかもしたんですけど、介護系 YouTuber さんのね、動画も見たりして勉強したんですけど、このね、こういう客だ。この動画 2.0 っていうね、明石学徒さんの本。を読んだりとかねして、まあ、勉強して毎日毎日やって、でもね、まあ、それさっき5月までって言いましたけど、なんで5月ぐらいまでだったのかっていうと、チャンネル登録者様が200人になるかなくらいの時に、毎日毎日頑張ってるのに再生回数が伸びないなとか、チャンネル登録者様が増えないなとか、やってる意味あんのかなってへこんじゃったんですよね。
同じぐらいに始めた方たちはどんどん伸びているし、人とね比べちゃったんですよね。それで、2週間ぐらい休んじゃったんですよね、結局ね。で、でもね、なんかわからないんだけど、やっぱり撮ろうって思った瞬間がね来たんです。でそしたらね、視聴者さんや介護系の YouTuber の方に応援コメントいただいて、動画でもねちょっとうっすら泣いちゃったんだけど、でもね僕もう結構感動しい、これね父ちゃんもそうだしね、うちのおばあちゃんもそうだったんだけど、感動しいだからね泣いちゃったんです。応援してくださってる方がね、楽しみにしてますってね言ってくださる方がいるから、毎日じゃなくても続けようと思ったんです。少しでもねお役に立てるんだったらいいなっていう風に考えたんですよね。でね、本当にねここが大きな転換点でした。何かっていうと、コメントに答える動画を作るようになったんですよね。悩んでるとか不安に思ってるっていう方の支えになりたいなと思って、そういう動画を作ってチャンネル登録者さんを増やそうとかっていうんじゃなくて、もう単純に応援してくれてる方のために役に立ちたいって思って始めたことですね。これってね、つまり介護福祉士カズのケアワーカーチャンネルっていうのは、見てくださってる方と一緒に作ってきたチャンネルなんだなって。いや本当にね、ここからねすごくチャンネルの成長率が大きくなってきたと思ってます。本当にそもそもね、チャンネル登録者様が100人になるまで3ヶ月ぐらいかかっていて、でそこから、まあ、200人300人ってね、お礼の動画を一応撮ってたんですよ。いや本当にありがたいことだから、チャンネル登録者様が300人になったのが8月頃だったんですね。から始めてから、まあ、8ヶ月ぐらいかかったのかなっていう感じですね。300人超えたあたりから急にね、急にっていうのは すごい増えてきてくださったんですね。でもね、8月ぐらいから僕自身は、まあ、介護のね仕事以外にも自分の会社のお仕事だったら、あもう本当になくて本当に全然ないからさ、まあ、ちょこちょこ髪を切らせていただいたりとかは、ね、一応美容師だから訪問カットとかね少しずつさせていただいたりしてたんだけど、なかなかねお客さんがねいらっしゃらなくて、まあコロナっていうのもあるんだろうけどさ、だからね本当に困っちゃってて塗装屋さんでお世話になって、そこではね、まあ、不動産もやったりしていて、25、6の時に、まあ、不動産屋の営業もやってたから、まあ、少しはねお役に立てるかなという感じでいるんですけど、まあそういうのもやりつつ、宅食サービスの配達員やったりとか、まあ施設の夜勤っていうのはまあ続けたりとかしてるんですけど、こうやって時間を作って この場でねこうやって撮ることがなかなかできなくなってきちゃったです。はい、なぜなら帰ってきたらすぐ寝ちゃうから移動中の車内での動画が増えたんですけど、まあ、試験対策の動画も継続して撮っていましたよと。独立してから私のね成長というか、今やってることとか、まあ、挑戦してることとか、今後挑戦していきたいこととか、で今自分に起こっていることをねお話しさせていただいたりとかっていうことを4月ぐらいからね続けていたんですけど、介護福祉士国家試験もだんだん近づいてきているので、まあ、それもあって試験対策の動画はすごく見ていただくようになって、11月に1000人になりましたという感じでございます。ちょっとまとめておくと、まあ、まず YouTube を始めて何をやったかというと、まあ、SNS を使って宣伝、これは今も続けています。毎日配信をしていたけれども、これはね5月ぐらいでやめちゃった。スケジュール的にできないっていうのもあるんだけど、なんかね必死感とかも出ちゃうし、動画のことばっかり考えちゃってて自分の仕事もできなかったし優先順位がねなんか変わっちゃってたんですよね。毎日配信っていうのをねやめたんですよね。そうすることによって気持ちが楽になって余裕を持ってお話をすることができるようになりました。でご主様の悩み不安とか、まあ、辛いとかね、まあ、それに関するような内容の動画を撮っていったんですけれども、僕自身が介護職としてねいっぱい悩んだし不安に思ったこともあるし辛い思いもいっぱいしてきたから、できればねこんな思いはしてほしくないなっていうふうに思って、いただいたコメントにお答えして、視聴者様と一緒にこのチャンネルを作って一緒に大きくしていったっていうことですね。移動中の撮影が多くなっちゃったから試験対策はねそんなにできなくなっちゃったんですけど、でも今自分が挑戦していることとか現状とか介護福祉士としてやっていきたいことっていう内容の動画を作っていったんですね。
改めて言いますけど、これから介護士さんが YouTube をやるってなった時に、またさ一から考えるの大変だから、僕のやってきたことをトレースしてやってくださる登録者様が1000人にはなるのかなというふうに思います。いや、見てくださっている方がね、全く僕と同じように歩んできてるわけじゃないから、参考にできるところだけねしていただければなと思いますという感じです。すいませんね、めちゃくちゃ長くなっちゃったYouTube を通してね、まあ、介護施設を探しているっていうご家族様から相談を受けたけど、しっかり答えられなかったっていう失敗もあったんですよ。本当にね、がっかりさせてしまったなというふうに思って、すごく反省したんですよね。どうやったら答えて差し上げられるかなって、まあ、それで就活アドバイザーっていう資格を取って、いろんな施設をうちで探すことができて、でかつの病院を探して差し上げることもできるようになった。結構ね、これはすごいことかなと。まあだけじゃないんですよ、いろんなことに対応できるようになってきたんですよね。だからね、失敗したりとか挫折したりとか、へこむよ、へこむんだけど、その度ねアップデートしたりとか、時にはダウングレードしたりとか、これをね毎日じゃなくても、人に寄り添えることを大前提として継続して今に至っているっていう感じで、そしてね、ようやくチャンネル登録者様が1000人になりましたという感じですね、はい、なので改めて本当にありがとうございます。本当にたくさんの方に支えていただき、応援していただき、こうして続けてられています。ありがとうございます。それで、まあ、先ほどもね、言いましたけれども、1周年記念のね動画撮ろうかなと思ってますので、まあ、質問とかねあればぜひコメントいただければお答えさせていただきたいなと思ってます。というわけでですね、ずいぶん長くなっちゃったんですけど、まだまだ喋りたいこといっぱいありますが、今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。これから YouTube 始めようかなって思っていらっしゃる方、まあ、始めたばかりの介護系 YouTuber さんのねお役に立てたかな、わかんないけど、参考にできるところは参考にしていただければなと思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。Touch you.